あのさ、ちょっといい？と恥ずかしくてさ、言いにくいんだけど、もっとお前のことを知りたいから、俺と付き合ってくれない？いや、ちょっと違うよ。そういう意味じゃなくてさ、何勘違いしてんの？ちょっと勝手にさ。そういう意味じゃなくて、ちょっと暇だったから、ドライブでも付き合ってもらいたいなーなんて思って、ちょっと、遠回しに、行っちゃったんだけどさ。どう？暇でしょ？どうせ。じゃあさ、ちょっとだけドライブ行って、それで、夜になったら、花火とか、よくない？いいよね、今ね。なんか海とかさ、海とか行って、ちょっと待って。とりあえず、ドライブ行くじゃん？これから二人で。二人でドライブ行って、それで、夜になったら、ちょっと砂浜で、花火とかさ、やったり。よくない？それ。ね、いいよね、それね。花火好きなんでしょ？そっか。お前さ、あれだよね。手持ち花火？お子様用のやつ。お子様が、ちょっと、ちびちび火つけて、こう、うわーって、走り回るような地味なやつ。好きでしょ。俺はね、ロケット花火派だけどさ。そっか。それで最後に、線香花火。線香花火をやって、それで、なんか、なんか、終わっちゃったね、とか言って、しんみりして、帰るの？帰る、そのパターンがいいよね。そのちょっと名残惜しい感じを残しつつ、一日を振り返りながら、帰りの車で、楽しかったなーって思いながら帰る、あの時間がやっぱり一番良かったりするよね。わかる？わかるよね、これね。いいよね、帰りの車の中ってさ、帰りの車の中っていいよね、なんかね。寝ちゃうよね、確実に。一日はしゃいで、楽しんで、それで、思い出を振り返りながら、確実に爆睡でしょ、ほんと。寝るなよな、すぐ。いつも寝るんだからさ。よし、じゃあ俺が、運転してやるから、ちょっとじゃあ軽く。今日、付き合ってもらうから、よろしくね。